キリスト教東方教会、聖教会、ロシア聖教会、ウクライナ聖教会、ウクライナ聖教会とは、ウクライナにおける聖教会の一つ。自治聖協会の広い県を有する自主管理協会として、ロシア聖教会モスクワ総主協調と関係を保持している。ただし、関係を保持してはいるものの、本校で扱っている教会は、ロシア聖教会とは呼ばれない。 ロシア連邦政府も同協会につき、ウクライナ正教会と呼んでいる。正教会は一カ国に一つの教会組織を置くことが原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる協議を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。2018年12月に申請したウクライナ正教会と並んで、二つの主要なウクライナ正教会を区別するため、 本校で説明している、ウクライナ正教会は、ウクライナ正教会と表記されることが多い。しかしながら、教会側は、自身がウクライナにおいて、唯一の教会法上の合法正教会であり、ウクライナ土着の正教会であり、他に、教会法上で合法な競合関係にある、正教会は存在しないと強く主張することから、自身の名称を、 単に、ウクライナ正教会であると主張している。ウクライナの国家宗教委員会では、ウクライナ正教会と登録されているが、2018年12月20日に、申請、ウクライナ正教会の創設に伴い、ウクライナ議会は、ウクライナ正教会に対して、登録名称を変更することを強制する議決をした。ウクライナ正教会はこれに抗議している。ウクライナ正教会は、 新生ウクライナ正教会と並んで、ウクライナにおける二つの主要な競合関係にある、正教会のうちの小さい方である。それ以前も、新生ウクライナ正教会の前身の一つである、ウクライナ正教会、キエフ総主教長の方が、信者数は多かった。しかし、2018年10月11日に、コンスタンディヌ・ボリー総主教長が、 キエフ総主教庁の独立を承認するまでの間、他の全世界の主要な正教会からその教会法上の合法性を承認された唯一の正教会であった。公式に、ロシア正教会所属のウクライナのエクザルフ教区、ウクライナ正教会は自らを、モスクワ総主教庁下のウクライナ総主教、代理教区であったと同時にキエフ及び、 ウクライナにおける全ルーシの聖教会の公栄であると捉えており、このことから、ウラジーミル一世による九百八十八年のルーシの、洗礼からの直接の警符を主張している。前任の不主教ボロディムイールは、キエフ及び全ウクライナの不主教の称号をもって、ウクライナ聖教会の主座主教として九百九十二年に着座し、二千十四年七月に英民。 オヌフリーが公認として2014年8月に着座した。キエフ府主教の公式な雑誌は、キエフにあるキエフペチェール宿大修道院である。ウクライナ正教会には2008年現在、42の主教区があり、58人の主教がおり、8516人の司祭と443人のタスク祭がいる。主要な正教会の建物を多数保持し、 ウクライナの東方と南方で優勢である。ウクライナ正教会の独立を承認したコンスタンティノープル総主教庁に対してロシア正教会モスクワ総主教庁は猛反発し全面的な断交を宣言した。この問題は世界中の正教会を巻き込んだ深刻な対立に発展しつつある。ありがとうございます。